はい、毎度こっちからもチャンネルです、今日はですね、大人気企画第2弾、生き物10種類見つけるまで帰れませんということで、堺のね、ふれあいの森の方に遊びに来てます。今日はね、10種類見つけるまで帰れないんでね、一生懸命探していきたいと思います。さあ行くぞ、レッツゴー。ちょっと見えますでしょうか。まず記念すべき第一種類目、イトトンボ見つけました。行きます。見えますでしょ、これ。ここにね、カモ、このなかなか、デカめのカモが見えます。1種類目のカモになります。行きます。これはちょっとおじいさんの木ということで、名称が東の一鎮ですかね。どういうのかというと、こういうすごいすごい高い、高さ18メートルあります。すごいな、これ。こういうのも、こういう木もありますんで、なかなか楽しいです。レッツゴー。ここはね、なんかちょっと水がありますね。こういうところには、いった。何かいそうなんで、ちょっと見ていきたいと思います。水辺の生き物ね。なんか浮いてるかな。よし。皆さん見てください。わかるかな、ほら。映ってなかった、すみません。とりあえずこっちのカウント。ハエですね。ハエ、3種類目、ハエです。足元で、あ、捕まえました。あ、捕まえてない。ちょっと待ってよ。ここの原っぱゾーンはね、多分なんか生き物の匂いしますね。ちょっと探索してみます。捕まえましたよ。うわっ、馬追いバッタ。よし、よし、はい、これ4種類目、バッタ、バッタちゃんね。
はい、文吉町、文吉町います。で、文吉町5種類目、ちょうどね、紅葉の黄色と、重なって、ちょっと分かりにくいかもわからないですけども、いてます。よし、やっと半分やね。ちょっと5種類見つけたい、行きたいと思います。止まれ。さて、またちょっとしばらく歩いていたら、またこちらの方にもね、なんか池ありますよ。あ、赤トンボ。6種類目やね、赤トンボ打ったから。よし、カメラにちゃんと映ったかわからず、まあ赤トンボね、いたんで6種類目、あと4種類持っていこう。しょ、ここはね、シダガヨウさん生えてますね。こういう感じで、ここどんぐりも言ってるようにちょっと崖になってるんで、ちょっとここ落ちないようにね、小さい子さんがおる場合は気をつけていただけたらなと思います。そっか、生き物がいてね。よし、見えますでしょうか。ちょっとね、木を、ここら辺の木をちょっとめくってみたら、どれ、あ、こいつ、こういう虫がいました。幼虫ですね。とりあえずこれ7種類目ね、幼虫ゲット。よし、でも木戻すね。よいしょ、ちょっと抜けてみたら、ゲジゲジですね、ゲジゲジ。これで、8種類目ですね、8種類目、ゲジゲゲット。じゃあ切り戻す。9種類目、記念すべき10種類目。よっしゃ、よかった。はい、ということでね、とりあえず10種類の、生き物、観察することができました。まあちょっとね、もっと違う生き物もいるかなと思ったんですけど、まあちょっとじっくり見たらね、またちょっと多分いろんな、面白い生き物がおると思うんですけど、まあ、今日はねちょっと時間もないということで、これで一旦終わりたいと思います。でね、またチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、またね。
聞こえますでしょうか。なんかが落ちてきてるんですけど、ポツポツポツっと、何やろ。雨は降って、あ、上見て、鳥がた、鳥がいてますね。あれはシジュウカラかな。鳥が食べた木の実がこう落ちてきてる。あ、ちゃう、何やろな。水やな。何の水やろ。あ、コゲラかな、あれは。へえ、まあ、とりあえず野鳥、8種類目ね、野鳥、いろんな野鳥ゲット。